低旋律とは、多声音楽の作曲の基礎として、既存の旋律を用いること。低旋律に使われる旋律は、しばしば長い音符にして取り出される。低旋律を用いた作曲は、中世の音楽においては、オルガヌムや、13から14世紀のモテットの基礎となった。これらのポリフォーニーにおいて、もともと低旋律は常に、グレゴリオ聖歌から取られ、旋律素材は、 長い音符による動きに固定され、その周りにいくつかの旋律線がより装飾的かつ自由に動くようにして作曲された。初期ルネサンス音楽の作曲家は低旋律の利用に別の手法を試みた。これを各制部において対法的な主題として導入したり、これに様々なリズムを加えて用いたり、あるいは宗教曲においてさえ低旋律に 世俗歌曲の旋律を転用したりした。世俗音楽に由来する低旋律として最も広く、ルフしたのは、おそらく、ロムアルメの旋律であろう。これを利用した楽曲は30以上が知られている。早々期のルネサンス音楽の巨匠は、少なくとも一度はこの旋律によって、ミサ曲を作曲しており、この慣修は17世紀になるまで続いた。遅い作例はカリシミのミサ曲。 ロムアルメガール。なお、ヨーロッパ大陸ではシャンソン、手に負えぬ運命の女神をフォルトゥーナデスパータや、知事の公開ミレラグレッツが、イングランドでは、俗用、セーフー・ザ・ウェストラン・ウィンドがミサ曲の作曲に好まれた。知事の公開は、カール・ゴセイが愛したために、スペインでは、この低旋律を皇帝の歌と呼び、器楽曲の作曲などにも利用している。律による作曲法は、 フックスの著書、グラディス・アド・パルナススムにおいて欠かすことのできない、指導手段であり、対法指南書の根幹をなしている。ドイツのバロック音楽の作曲家、例えばバッハは、グレゴリオ聖歌に代わって、コラールの旋律を低旋律に利用した。バッハの、マタイ受難曲の開始学章では、コラール、王、汚れなき神の子羊、オーラム・ゴータス、ムシャール・ディグが長い音符で現れ、 リピエーノによる少年たちの分割合唱によって歌われる。バッハのコラール前奏曲はペダルパートにコラールの旋律が含まれている。ありがとうございます。